Raccoon City 観光ツアー in Orleansということで、本日からですね、陰謀もじゃもじゃ男、略して陰もじゃですね、がお届けしてまいりたいというふうに思います。ということで、大もくそ思ってんだよな。しかもなんか頭テロ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 してない。出た。ハゲたりしてるんだから、定期的に除毛を繰り返して、で、やっぱりね、女の子に、冒頭、開始1分でですね、もう早速ね、エロワードが飛び出しているというところなんですけれども、まあ、しっかりとね、ゆっくりと観光ツアーやっていこうと思うんですけれども、はい、バイオハザード2で出てきたですね、黒豆こけ茶先輩が元気に生きていた頃だったんですけれども、元気に生きていた頃がなんとわずかですね、ほんの数秒で終わってしまう。痛い、美味しくいただかれてます。やっぱりね、黒丸でね、やっぱりね、こけ茶でね、黒丸じゃねえや、間違えた。黒豆だったわ。黒豆。だから銃使えよ。まあ、ここででも銃をね、使わなかったことによって頭がテロテロしてる。違う。頭テロテロ、テロナプト、デン。こいつ、人間やめた？普通、顔をね、そこまで撃たれたらね、撃ってくる、バーン！あれ？ID カード。あ、ポスターボーイ。調べるか。組み合わ、何と組み合わせんねん。ウェイ。調べる。ジェリン。RPD 署員の持つ楽しい特殊部隊。ストース。シャルタクシックス&レスキューサービス。ね、裏は？あ、でも意外と綺麗な形で残ってんだね。でもポジションすげえも消えかけてるけどね。もうなんかこのスターズからも消えたいぜみたいなのがこうなんかちょっと滲み、あれなんかちょっとさっきよりも動くのが悪くなって。ここでも死体がないね、まだね。え？ってことは、あれ？黒丸焦げ茶パイセンさ、死んだ後に、黒丸焦げ茶死んでね。あー、こいつの髪の毛もテロテロしてる。でん。あー、ただの、なんか、日記じゃない。なんだっけ？あれなんかよくわかんないけど、でん。あいつ、とか燃えてんのに全然もう家に帰さず普通に食ってんだもんな。撃ったら死ぬ？真ん中へ。おい、立ち上がら、ない。立ち上がらない。あれ？届いてない？もしかして銃が。じゃあいいや。で、ポスターボーイに会いに行こう。あったんだけどさ、生ポスターボーイに会ったんだけどさ、こっち。チョキ。じゃあここに入っていきませーん。こっち行くと何があるんだろうな。で、登っていって、よいしょ。あれ、ここの板は閉まってんだな。じゃ、誰があれ破壊したんだろう。あ、ここ？ここはガチャガチャ。開かない。あれ？さっきまで髪の毛テロテロしてたのに、なんかテロらなくなったな。テロらなくなるってなんだ。日本語がおかしい。で、ほい、拾って、ほう。どっからそれパクってきたの？タイヤだけで、皿で置いてあるっていうのも、なかなかあれだね。珍しいパティのやつだ。はぁ、情報熱の赤いバラ。そして、ジェラシー。最近、クレヨンしんちゃんとかさ、あたしんちとかさ、こう、昔、金曜日の夜を癒してくれたアニメたちがなんか、ね、普通にあれだね、ユニフォーム着る暇もなかったから。そう、今、ここのね、ユニフォーム着ちゃうと、後で来るね、くっさ。ああ、もう結婚後の夜、カレーであれですね、ごめんな、ポストボーイ。そうなんですよね。ポスターボーイがね、うわぁ、もうほんと申し訳ないっすね。ポスターボーイ、ごめんよ。おめめでっかくなっちゃったー。 お耳にしてくる。メール送信後、ルーシー・イェーン。誰？ルーシー・イェーン。1時間以内に判断をーっていう暇もなくね。はい。で、そうなんだよね。相方の名前はまだ決まってなかったんだよね。黒丸焦げ茶じゃなくて、あいつ何だったっけ？よくわかんないでね。大の字になって、おねんねしてらっしゃいます。でも顔ばっか打たれたから、ほんとかわいそうだな。原型がとどまってるね。目見開いてる。このままあれなんだね。よし。じゃあ行きましょう。お邪魔しまーす。さあな、それより任務先。なんかすごい怒ってらっしゃる。すいませんね。で、とりあえず、いらない。で、レッドハーブはあれでも、グリーンハーブがないっていう、そういう珍しいパターンですね。オッケー。じゃ あ、こっちにしときましょう。でも意外とね、これでね、なんか銃がね、32発しかないっていうの。キープアウト！ドゥルッドゥッドゥルルル。ひっ捕まえる。ここ、救助するんじゃないのか。救助じゃなくて、ひっ捕まえる。おー、そうだよね。その言葉の使い方がちょっと違うだけで。なに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 な
って言ったら、いいか、おお、バードはアンブレラシスに握ってる。ちょっと待って、コーヒー本人もただじゃ済まないと分かってるはずだ。なるほどな。だから救助じゃなくて、そういうことか。はい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 、はい。嫌な任務だぜ。嫌な任務だな。で、シャッターを開ける。シャッターを開ける。そこから行け。あ、なんだ。じゃあ自分でカコーンって開ける。あ、でもなんか左にさらさ、コンピューターとシステムとさ、なんとかテキストとかっていうのがいっぱいあったけどね。あ、なんだ。セプテンバーレイクス。気をつけろよ。セプテンバーだー。お前もな。イザム。懐かしいなぁ。この時にあれ、あんじゃねえか、グリーンハブ。この時にはね、これがね、わからないにバレないようにっていうね。で、こっち登っていって、こうまい具合にちゃんと隠してんだよね、これがね、なんか、見えちゃやーよーっていうね。で、こっちの方進んでいくと、ちょっと待ってね、なんかすごい暗くないか、画面。気のせい、皆さん大丈夫、見えてる、ちゃんと。ね、見えちゃいけんの、おぉ、おぉ、ここら辺のさ、アイテムとかがどうやってそのアイテムじゃねえや、ここら辺のなんかこう、こう縛ってるやつっていうのがどうやってこう、ガン、ドンガガラガシャ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 ピーンってなったかっていうのが、よくわかんないよね、本当に。こっちを上の方をチラッと覗くと、あそこには、あんな盾がね、あったっていうのね、RE2 やってた時見えなかったね。ラクーン、え、ポリスって書いてある、ちゃんと。違うね。ラク、あ、違う、このラクンポリスだ。普通にラクンポリスだった。うん。見る角度によって見え方が変わる。で、まあ、武器はこれしかないからいいとして、こっちはいけない。なんだこの妙な、なんだこの妙な動画。めっちゃ怒るやん。ごめんって。ごめんって。やっぱりこうちょっとでも手がかりがないかなと思って、なバードがスターズオフィスにいるなんてことも言われたり、なんだり、ラジマンだりとかしてても、なんだかんだでね、違ったりとかするからね。そう。よし。そう。で、こっち降りていって、で、こっちのなんだこの妙なドア、言わないんかい。今同じドアだもんな。はい。で、こっちがピーってなってるんだけど、こっちも行くのはいいんだけど、あっちにハンドガン。さあ、今日は何の雑誌読むかな。クッキングライフ。ハンティングライフ。ホラームービー、違う、ホラームービーって、ムービーどころか、もうすでに、私がホラーに遭遇してるんですよ。で、違う。ピピッポンスターズアサルトライフ。で、回復薬。で、アイリキノキョーカー。ノースモーキング。そうなんだよな、ほんと。ほんともうね、ほんともう嫌だ。ほんともう嫌だなの。タバコを吸ってる奴ら。うん、もう嫌い。で、こっちこっちで、じゃあ、ルールを守って、喫煙所とかで吸ってくれてる人はいいんすよ。基本的にね、私が住んでる地域ってね、禁止のところに住んでんすよ。お邪魔しまーす。禁煙区域っていうの？そこで吸ってる奴らね、ほんと、罰金2000円かかんな、ほんとに。ヒューン！タバコ1本吸うのに2000円でさ、あれはなんだ？ 1 箱20本だっけ？うん、4万円払いながらタバコ吸いやがれ、この野郎って。で、ここのあれのも、そうなったんだね。ほら、どこにでもある掲示板。どこにでもある掲示板。で、こいつを、触れたいところなんだけど、打てないんだよな。うん、新鮮なケチャップがもういっぱい落ちてきてるっていうね。プルプルすな、プルプル。まだ生きてるってことなんだろうな。外にいる？いないよね。ここもいつか割られてんだよね。で、こいつらもガッチャンガッチャンになってるから、仕方がない。で、ここは触れ、おう。柔軟、プラーン。上半身全く動かない。下半身の柔軟性が半端ないってやつか。で、こっちチラッと見ると。ここから逃げたのか。ここから逃げた。で、ここから逃げていって、わー、お出ましでん。お出ましか。ズンズン、帽子を、吹っ飛ばそう。あ、吹っ飛ばしたらあれだ。でって話だな。こけてー、足がー。あれ、足ちぎれてるこれ。あれこれ、うち持ってんの、ね、いや、お前どんなバネで登って、あれ足ちぎれてんの、足ちぎれてんの、おい。あれ俺が持ってる、この RE3 は残念ながらちぎれない式なんだけどな。よいしょ。でこっちいる？おう、ダイナミック入店、お邪魔します。わお。あ、お前らできて、あ、ちょ、やべ、ホラーだ。やばい。髪の毛ないやつもなんともなってないけど、こいつやべえ、やべえぞ、こいつ。髪の毛、よし、おう。おめえもかよ。おめえ、そのわずかな髪の毛でなんかちょっとアレンジ加えんじゃねえよ。面白えな。そして、おめえやべえな。んで、おめえは全くねえのか。これやばくないか。ねえ。おお、生きてた！内観に行く苦労が起こった。え？
もう大丈夫だよ。もう大丈夫。おー、びっくりしたー、生きてやーって。おーおーおー、まあそういうこともあったりするんだよね。そしてまだテレビが過労して生きている。で、ここら辺はまあ、おー、ロスチャイルド、可愛い女の子だな。なんでそんな子がどっか行っちまったんだよ。あれ、だからもう、だからあれなのかな、黒丸焦げ茶先輩以外に誰が生き残りがいて、だからエリオットとかか、エリオットとかもいて、エリオットとかもいて、で、なんかいろいろその、まあなんか、やったんだろうな。タイラー、未知の何かがいるかもしれん。あ、そっか、まだ、だからゾンビ以外には出会ったことがなかったところか。よし、じゃあ、こっち行ったら、確か、ドゥン、めっちゃいるわ。よし、こっち。そして、お前は、おら、起き上がってくるんじゃねえ、寝てやがれ、出勤の時間でーす。どっちやねん。で、くるっと振り返ると、おお、いっぱい来てやがるー、いっぱい来て、え、お前も頭テロテロ女子かよ。なんで頭テロテロ女子って、どんな女子だ。ふい、ふい、ふい。いや、あのね、いくらね、アサルトライフルを使ってるとはいえね、弾を無駄遣いにするなんてことは許されないんですよ。そして、お前壁に向かってカッポすなって。ふい、ふい、ふい、ふい。ふいふいふい。お前は頭テロテロ男子かよ。頭テロンテロンテロン。ウィッシュ、オッケー。さあ、もうこれで大丈夫だろ。ベンベン、生きてた。ベンベン、あれ、弾をいっぱい増やした。起き上がってる親方、空から起き上がってきた。どんな、おうおうおう、ウィー、ドゥン。これはいろいろと面白いな。これ、女おっぱいある。一応でもなんかよ、ちょっとよくわかんないな。で、こっちは何もないと。あー、どれも食べたら感染しそう。てか、おめえもテロテロし始めてんじゃねえかよ。テロってんじゃん。で、起き上がってきた。結構敵多いんだな。そうかそうか。まあ、Oh, welcome, Leon。 何も言わないんか。あれ、なんかこういうじゃん。おお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 お、君は、あれ、君は、なんだったっけ。ほい、ほい、ほい。てかもう普通にクリア動画になっちゃってんだもんな。どこに何があったかって。まあでもね、RE2 でここら辺全部紹介してきたかな。とりあえずさ、デビッド・フォール、あ、でも生きてる君、まず。大丈夫だね。そうなんですよ。ここら辺はね、もう紹介し尽くしてきたっていうところがあるか。あはん。9、15、2、違うよね。あれ何番だったっけ、これ。7、11、2、あ、忘れちゃった。な、これどっかなかったっけ。どっかになかったか、あるかどうかをちょっと確かめてみよう。とりあえずピーピー、オープンセサミー、ダッツサイ。あ、そっか、これでもアサルトライフルやから、これにはくっつけられないな。さすがに分離、入れ替えるだけだ。で、こっち行って、セーフティーワーカーロー。鍵がかかってる。あ、やろ、鍵か。おお、買ってやがる。ビビった。シンプル。ってか、お前、あ、なんであの銃声でお前だけいねえんだよ、この野郎。あ、違う違う違う。うれ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 。だってもう、警官を撃つなんてやばい。警官を撃つなんて今更だよ。今更もう警官もクソも歩かってんで、お邪魔しまーすー。あ、9、15、7か。え、合ってたんじゃね、さっきの。あれ、あ、2ってしてたっけ、あれ、9、15、2? よくわかんないや。で、カメラでペキッと。そうすると、カメラが奴らの弱点ならこっちのもんだ。そうね。あの、可愛い女の子が出てくるやつね。可愛くて超ミニスカの女の子が出てくる作品ね。てか、レッドハブばっかやな。おかしくない？どうせ後で使うからもう今持っとく。ね。ここら辺のさ、カメラのレンズとかね、キヤノンとかな。supporting your life。 違う。で、こっち行ったら上の方から落ちて来ないね。あれ、ガルドス、スターズオフィスはその先。はい、了解です。了解。でもスターズオフィスに行きたいけど行けないから、とりあえず無視して。もうまたここで酔っ払って寝てやがるよ、本当に。もう遠慮なく、ダダ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 
多分、コンパートで一番むごい殺し方をしました。で、そんなことはいいんだけど、でこっちで、アイテム、鍵は鍵。ここが塞がってるあれは何だったんだろうね、結局ね。ここは確かキャップ。キャプテン キャプテンキャプテン違う。ここは DCM か。DCM。あれ、キャップ、あ、そう、キャップしたか。で、ここ開けると、アサルトライフル。グリーンアップルか取れてない。グリーンアップル。君の運命。お尻が気持ちいい。お尻の気持ちよさってよくわかんないんだよな。結局ピチピチしてるだけだもんね。で、こっち行って、あれと、こっち戻ると、なんかタイラントのスーパー強化版みたいなのが出るんだけど、ここはとりあえずいらないとして、ああ、大丈夫ね。よし、じゃあ戻って、回るてってってるるる。あれ、ここ、戻るときに出てくるんだっけ？違うな。それはあれか。ナイトメアとかそっちの方だったかな？おー、なんでいるのー、痛い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 。たまには落ち着かないと。大の大人が、台無しだぜ。大だけに。うんちのことか！こっち。開けて、よし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 。で、これで、レオンとクレアが、アイテム取れなくなって、ザーバン！あれ、ちょっと待って、なんか、あれ、背中食らってる？食われた？噛まれた？痛かった？で、こっちに入っていって、お邪魔しまーす、カチョコン。ほい。この中にね、やつとかがいたら面白いんだけどね。106ピー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 。あれで他に、あ、ちょバーカやいやい。で、104とかピピピー。あー、これいるね。うん、なるほどね。で、あと他には、あ、ちょあとなんだろう、109とかあるかな。ピー、あー、全部開いてる。おー、正解、やった、大正解。ペペペペペ。で、こっちは何？ああ、はいはいはい。もうゲットしてるよね。あれ、ここにさ、あの、うわあ！なんでお前鍵かかってるところ、どうやって入ってたの？お前びっくりした。おお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 おいやあ、今回なんかもう、びっくりして叫びまくれだな。見どころたくさんあってよかったっす。もうなんか、全然あれだね。あの、普通に。あの、解説っていうか、観光ツアーどころじゃねえよな、もうなんか。全然皆さんに安心と安全をお届けできてねえよ。全力で叫びすぎて、みんながもうなんか、お前何やってんのってビビるわ、みたいな、ね、ゆっくりと主張してくださってる数の皆さんをね、逆に驚かせてしまっているということに、もう、深く反省を申し上げたいと思います。すいません。もうあの、やってる本人超ビビってますからね。で、これまだ必要で、これも、まあ、持っといた方が良さそうで、これだけあ、これだけ預けるか。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。なんで？なんで？ホワイ、ドンチューホワイバイオ。お、預けましょう。ゴー。で、捨てる。ほいっと。うん。オッケー。で、くるっと折り返って。よし、あ、おっ！決定！なんでお前、ちょっと待って。どういうこと？どういうこと？あれ、こんなさ、怖い観光ツアーあるけ？もう、やばい、心臓が、動いてる。そりゃそうだね。で、これ以上向かうのは無理だから、こっちに向かう。はい、じゃあ、来てもらいましょう。で、これで面白いところがさ、実際にね、開かないのかよ、ここら辺は全部。で、ここがキャップ。ここがキャップだよ。いつもキャップと DCM の場所、ね、逆転しちゃって間違ってんで、あーん。ピッと、中には、先行、昇竜弾。で、よくわかんない。ラックンフォレス。で、これを読んだ後に、はい。アイボーイの手紙。ヘクターへ。絶対開けるなよ。絶対開けるなよ。で、絶対開けるなよって。やめておこう。やめとこう。で、これを取って、んで、こいつと組み、あん、なんで組み合わせてくんないの？ほいほい。組み合わせ。で、オッケー！3、2、3秒しか余裕がないって、やばいな。急げ。そりゃそうなるわ。あおーさあ、行こっかなーと思うじゃん。
ごめんね、眠りをさんまたげてしまって、みんなで乱行パーティーしてたところすいませんでした。キャーだだだだだだ。煙にまみれるマーカーな、ひょっとこ。おお、近いな、おめえ。して、おい、え、右手どこ行ったの、右手どこ行ったの。人気者はつらいね。バカッポ、バカ、あー、びっくりした。バカッポ、バカッポ、お馬がペケペケ、クラッチ、クラッチ。起き上がる。おやすみなさい。お馬がペケペケ、おうちの中で、女の子が乱れてる。ドラッドドッドッドラララ。あれ開けてびっくり、ちゃっちゃっちゃっ。おもちゃのチャチャチャ。うわぁ、もう。こんなんいたっけ、こいつら。あれ怖いぞ、バイオって。やべえな。開けてびっくり、玉手箱や、ほんまに。よし。で、オッケーで。で、ここ。んで、ちょ、あ？もうなんでいるの？おかしいよね。なんでいるの？なんでいるの？痛い。え？なんでもういるの？お前いつの間に出てきた。ペア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 まあまあ、それはいいや。で、あれどっかからバリンって入って、あ、こっちか。これかすーごい綺麗に。あれでもバリンって割った後ないな。あれじゃ、もともといたのか。おかしいんで、あいつが蘇って、RE2 で出てきてると。お邪魔しまーすー。チラチラで、ちょっとしたら、まあ、奴が出てくるって感じ。あお、かっこいいイケメン。イケメンがね、もうね、陰毛もじゃもじゃ、芋じゃだからね、完全に。もうほんまびっくりした。もう、ただただビビり続けてるやつ。出たー、出た、よくわかんないバード。もう心配ない、助けてやる。バードはバードで、バード。病院から出られない。あ、この時一応会話はできてるんだ。うん、おめでとう。あ、スターズに関してはあれなんだね、全幅の信頼を置いているっていうところなんですね。はい。いや、まあいい感じなんじゃないですか。やっぱりね、誰を信用するかっていうのすごい大事ですからね。ゾンビ化ワクチン。オーケー。で、私しかいない。で、選択肢は2つだ。一人遊びするか。できるやつを送り込んで、一人でするか、俺とするか決めろってか、エロ。ただの性欲クソジジイだ。お前にはな。それより殴っていいよ。引き渡した後に消されるんじゃ。はい、バード、ね。俺らはミッションもう飛ぶくらい気持ちよくなれそうな気がするよね、バード、ね。俺は PC でバードの居場所を調べて、はい。何の話なんだよ。そんなのどうでもいいわ。よし、じゃあ、ここでできる限りのアイテムを回収していって、ここ出ようとしちゃうと、あれだから、おい、組み合わせて、組み合わせ、せい。で、これはいらない。んで、救急スプレー。そうなんだよな。ここら辺にあるアイテムって大体体が一緒なんだよな。でもこれさ、飾ってあるけどさ、これはあれなのかな、元隊長のさ、趣味なのか。前列にいるのはジルか。ね、前列にいるのは、前列？あれでもここにある、あそかあそかあそか、ニューフェイスだからまだいないのか。オッケーオッケー。で、これ、あ、ちょっと見れない。洋館事件に報告しよう。はい。まあ、この時にね、もうすでにね、隊長はね、もうお亡くなりになったりね、起き上がったりとかしてるからね。お亡くなりになったり起き上がったりってなんかパワーワードだ。で、どこ、あれ、あったあったあった。そう、もうね、普通にプレイしてる場合がね、紹介するところがなかったがゆえにっていう。アサルトライフルばっかや。オッケー、じゃあ、一旦、終わろうと思ったけど、そうだ、パート移していかなきゃいけないんだったな。ここで終わることはできないから、回復アイテムばっかりしてる。こんなにいらないやつがいいな。多分、さっきの急になんか、ベロナガ下尾がさ出てこない限りは、これ撃ったらなんか血が出てくる。まだまだいけるな。どうだ、今これビクビクしちゃってる。でも折れないダーツ、カッチカチやな。よし、じゃあ行きましょうか。ドゥ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 。オープンセサミー。脱線した。怪我には大丈夫ですよ、きっとね。おい、マジか。
月明かりふんわり落ちてくる。ジル、ジル、何があった？ジル、答えろ！あなたと二人。悪い、行かなきゃ。わかった。バードは任せろ。バードは任せろ。イエス。4時43分。さっき指してた時間全然4時じゃなかったけどな。30枚くらいじゃなかったか、なんか。まあ、あんまりそういうね、細かいことを言い始めたらダメだからね。何せ、ゲームですからね。うん。ゲームにそんな細かいことをね、追求しちゃダメ、ダメよ。数分前、地下鉄、トンネル内。オッケー。ほんじゃま、ここでオープンしておいて。じゃ、このね、単発巨乳、ブラ線、お見え、女の子、美女ちゃんね。はい。が出てきたので、彼女のね、セーブポイントまで行ったら、一旦、終了としましょうか。うわぁ、ブストラも持ってんな。あ、そっか。これで行けばよかったの。俺、こっちでやってんのになんでアサルトライフルにしちゃったんだろう。まぁ、ちょっとした、やっぱ、サスペンスじゃねえや。なんだっけ。ハプニング違う、なんだっけ。スリルか。なんだよ、ハプニングとサスペンスって。もう、ただただびっくりする要素があるだけじゃねえか。では、行きましょうって言って、ちょっと待って。大丈夫かな。はい。ということで、ここにたくさんのベンチが並んでいるんだけど、ここに関する用途は一体何なのかっていうことが全くさっぱり持ってわからないという状況になってございます。はい。で、ここら辺でアイテム等々はいろいろ最悪通じない。まあ、地下にいるからね、地下にいたら、おぉ、マインスローダウン。まあ、これをね、拾うことはね、でもそっか、どうしよっかな。そうだよね、そうだよね。そうだよな。じゃ、まあ、これは一応持っといて、何で戦おうか。ショットガンか。いや、ラスボスでグレランで戦いたいから、じゃあ、次のやつも、基本的には、ハンドガンでいこうか。で、一応保険で、なんだっけ、こいつ、ショットガンを持っていくようにしていきましょう。オッケー。あ、どっち、あ、結構アイテム埋まってんな。なるほど。辛い。どうしようかな。そう、次がね、またね、バース戦だからね。うい、よいしょと。で、ハンドガン。そうなんで、また飛んでくるのをね、防ぐっていう戦いをしなきゃいけなかったりするからね。まあ、それはいいとして、じゃあこんな感じで次回やってまいりましょうか。あー、でもなんかちょっと気になるな。そう、これ。よいしょ。ほい。これ、発余んのかーい。よし、オッケー。じゃあ、今日、最後の最後で噛むってね、よくないね。はい。ということでね、本日もね、以上とさせていただきたいと思います。観光ツアー最後までご覧いただきまして、どうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。おっちゃんでした。さよなら。バイバイ。